きげんよう、アサシンクリード4、ブラックフラッグ。ただいま外で工事が行われております。いつ部屋に作業員入ってもおかしくない、そんな状況。これはドキュメンタリーである。動画録画が終わるのが先か、作業員が入ってくるのが先か、かけてみようじゃないか。さあ、前回ボネットさんと別れて、やっとダンカンとして、相当かな、相当に会いに行くというところ、ここかな、ミッション。とりあえずがむしゃらに走っていこう。その間で何かに出くわすかもわからない。そしてむやみやたらに登ってはいけないということは前回のミッションで分かった。ちょっと武器やよろずや見ていこうかな。ちょっと開けなさいよ、お邪魔します。買う銃とか売ってないのかな。あ、売ってる。美術品、家の概念があるのか、このゲームには。さあ、何でも買えない、何にも買えない。スパニッシュレピア、ダメージスピード、スピード高い方が扱いは良さそうだ、うん、でも今のところカウンター以外の強い技が思い浮かばない。あまり重要がない、あまり重要がないのになぜ武器屋に入ったのか、なんとなく入ったのだ。この辺はシンクロされていないため、左下のマップがぼやけている、表示されていない。シンクロポイント見つけますか。あるかな、なくてもいいけど。あ、もう着く。海賊を雇う、海賊雇って入ったら面白そうだ。さあ、私はダンカンだ、君の名は。ちょうど昨日君の名は見たんだ、2回目。話は聞いてる、ダンカンだ。英語で話してスペイン語で返される感じ、なかなかいい。テラスに向かう。私だ、アサシンは。顔は割れていないから走れないようだな、うん、どうやらエドワードはスペイン語がわかるらしいものすごい悪口言われてるじゃない。さあ、中では発砲演習もなされていると。彼かな ごきげんよう。もしや君はダンカン・ウォルポール。その通りだ。やはりそうか、ウッズ・ロジャーズだ。よろしく。よろしく。よろしく。まったく、妻の表現力はどうも当てにならん。なんだって。妻だよ。前にパーシーの仮面舞踏会で会ったじゃない。いよいよ雰囲気が不穏になってきた。そうだ、いい男と聞いてたが、私を嫉妬させるための嘘だったか。ジュリアン、ゲストの到着だ。顔に傷のある男は魅力的だって研究結果が出ている。ジュリアン・デューカスだ。この寝返りが誠実なものであることを願うよ。寝返り、嘘つきはもっと嫌いでね。この辺はシリーズをやらないとわからないのか。人を背流さないから。総督はまだ準備中だ。貴様は総督ではないのか。さあ、シューティングは得意だぞ。私の自慢のピストル2組だ、ダンカン。扱いには気をつけろよ。君には2組も。息子のように扱うさ。そうだ。何発か撃ってみるといい。試しにな。試しにな。以前、ホイール。窮地を持ち歩いてる仲間がいたっけな。窮地。戦場では強かったが、泳ぎにはとても苦労していた。不安症かな。素晴らしい。やるか。
一丁の銃で4発撃てる日が待ち遠しい。逆は困るが。大丈夫だ。数百年後にアサルトライフルができてる。ジェームズ・パックル、完璧研究をしているんだ。素晴らしい。君たちが一発を撃つ間に私は4発当てている。それがこのアサシンと君ら貴族の違いだ。チャレンジ。お、瞬間移動した。さてと、ルールは簡単だ。この砂時計が空になる前に全て撃ち抜け。はい。いいな。制限時間内に全て撃つんだ。よかろう。オートロックは当てにならない。急げ。なぜリロードをしている？ああ、ついてないな。もう一度だ。さてと、よくわからなかった。ルールは簡単だ。この砂時計が空になる前に全て撃ち抜け、うん、8発装填されるようですね。制限時間内に全て撃つ。一発ずつ込めるんだ。さっきは2丁持っていたが、あれは何だったのか。待ちなさいよ。なん、あれだけ連射できていたのになぜか連射できなくなっている。そう、これができなくなっている。なぜだ。チャレンジ中は一丁に制限されるのか。これをラストとしよう。生きてもできなくね。制限時間内に全て撃つんだ。これでできるじゃないか。さっきのは何だったんだ。そして一体だけ当てづらいところにいる。よし、できた。宝箱よりもらえるじゃないか。これはいいぞ。100回ぐらいやろう。もうできないのか。続ける。ダンカン、リストブレードはどうした？あれはアサシンを象徴する武器のはず。ああ、捨てた。壊れて使い物にならなくなった。そうか。ジャングルで捨てたのがそれか。選ぶといい。どこで見つけた？見つけたのではない。奪ったのだ。戦利品だよ。お。いいぞ。これで暗殺がはかどるな。屋敷の人間についていく。伝統芸伊藤里。ああ、そうだ。我々に自慢の技の数々を披露してみせてくれ。いつまでチュートリアルが続くんだ。やれよ。君の到着に備えて訓練場まで作ってある。何も見ずに去ったら一生後悔する。いいだろう。時間があれば喜んでお披露目させてもらおう。さあ、どうだ。君の腕にぴったりの状況。これはストーリー的に。はじめ。ダンカンの。人混みでブレードを使うのは上等手段だ。派手さはないが手早くできる。近づいて X で暗殺。ダンカンの正体がバレた方がストーリー的には盛り上がるというものだ。実に独創的だと思わんかね。わら山に向かってエルを押すと、エルを押すとこれか。わら山に引きずり込むと。おお、すごい。これぞアサシンだな。なるほど。このブレードは最強の戦術だ。特に死角からの一撃は間違いがない。ただ今までは
今まではブレードがなくてもそれはできていた。狡猾だ。果たして本当に紛れ込めていたのか。空中技、高いところからやればいいんだな。かっこいい。素晴らしい。走りながら敵に致命傷を与えることができるのか。何度もやらせるな。素晴らしい。これはカトラスでもできたのではないか。素晴らしい。もういいだろう。私のために用意してくれたということで、そこには礼をしよう。続ける。アサシン教団によく鍛えられてるようだな、ダンカ。いい時期に教団を抜けたよ。危険な決断だ、うん、教団を裏切って長生きできた者はよ。教団を裏切った。酒を飲んで長生きできたやつもな。だが危険な匂いが好きでね。ここでどんな仕事をしてるんだ。総督に協力してるのか、それとも同じく越権待ちか。銃、刀剣、大砲、手投げだ。敵を倒すための道具なら何でも提供しよう、うん、一種の密売人だな。それで奥方は元気でやっているのか、ロジャース。彼女はここハバナに。知らんが元気でやってるだろう。私は近頃はずっと海賊どもを追いかけてたからな。よかった。俺は折れたが、犯罪者どもは全員排除できた。ゆくゆくは西インド諸島の全域で同じ作戦を。ここペカドじゃないか。どうやって取引を。いや、デルパトロンか。簡単だよ。頭の悪い連中だ。だから二択にしてやった。恩赦を得てイングランドへ戻り自由になるか、縛り首であの世へ行くかもな。なるほど。次はナッソーかな、目標となるのは。ナッソー。さすがに知恵が回るな。自由の幸運を祈ろう。ナッソー。海賊側につくか。トーレス支部長、ダンカン・ウォルポールが到着した。貴族の側につくか。そのようだ。私がダンカンだ。予定より遅かったな。その通りです。船が海賊に襲われて沈んだもので申し訳ない。昨日着いたばかりです。災難だな。粗慢を許せ。それで約束の品を海賊から取り戻すことはできたのか。もちろんです、総督。あのダイヤモンドか。素晴らしい。アサシン教団は思ったより強大だが、我々には及ばない。君に会えて嬉しいぞ、ダンカン。歓迎しよう。さて諸君、会議を始めよう。この背後が全くわからない。組織の背後というか、そのアサシン教団。そして揃ったか。実に大陸的な顔ぶれだな。イングランドにフランスにスペイン、いずれも皆腐敗した帝国の市民だ。だが今やもうテンプル騎士団、日にして真の立法者だ。さあ手を出したまえ。テンプル騎士団、使命をその胸に刻み込め。すべての迷える魂を静かなる道へと導く。三つの異なる勢力が帝国の犬へと成り下がったということか。すべての迷える精神を禁煙なる思考へと導く。悟りの父の光に誓って、今こそ果たさん。で、何をすればいいんだ。盗むが出ている。私は助言者からこの西インド諸島にある忘却の地、先駆者たちが観測所と呼んだ場所を探す任務を託された。これを見ろ。絵をしかと記憶に焼き付けよ。古の物語を伝えてくれよう。20年間この観測所を求めてきた。この地には恐ろしく強大な力を秘めた道具が安置されているらしい。それは一種の天球儀だそうだ。
世界中の誰であれその位置を一瞬で突き止めて追跡する力を与えると言われている。そうした力を手に入れたらどうなるか想像してみるといい。あらゆる秘密、嘘、策略は世界から消滅し、純粋な正義だけが残るだろう。それこそが観測所の力。是が非でも手に入れねばならん。場所は分かってるか？場所は分かってるのか？分かる。場所を知っている男を捕らえた。かつて賢者と呼ばれていたロバーツという男だ。賢者はここ45年ほど目撃されていない。そのものが本物だという証拠でも。我々には確信がある。アサシンが救出に来るぞ。アサシンが救出に来る。当然だろうな。しかしだ、ダンカンが届けてくれた情報のおかげで、アサシン教団はもはや問題にならない。全ては明日明らかになる。その目で賢者を見たときに。それまでは組み交わそうぞ。まずは先だ。観測所を共に見つけ出そうではないか。その力があれば王は失脚し、聖職者はおののき、世界中が我々のものだ。レジスタンスか。ロジャーズのチャレンジを達成する。今のがサブ目標だったのか。たくさん儲けさせてもらった。助かるぞ。よく休め。明日は財宝船団がつく。まずは報酬を渡し、今後の計画について話し合おう。それは楽しみです。うん。明日の早朝港で落ち合おう。港か。では港に行くか。総督は明日の朝一番に城のそばにある港へ来いとおっしゃっている。はい。なぜそこはスペイン語じゃないんだ。さすがに指輪をした。おお、 500R。 R がどんどん溜まっていく。だが武器が 8000R からだったからまだ武器は買えない。このドクロのマークは何なんだ。インタラクト。お、鳩。テンプル騎士団を抱えの狩猟船団がハバナの貧民地区に隠れてる。よし、やってみよう。暗殺。暗殺ミッションか。すごいな。なるほど、近いのか。そこはドクロのマークに向かえばいいんだな。シティハンターの XYZ みたいな、そんな方法で依頼を出すんだな。あんまり屋上から屋上へと。猫ちゃん移動しているとよろしくない。猫を10匹見つけるってクエストがありそうだ。チャレンジがありそうだ。この辺か。ターゲットの場所へ行く。見つかってはならないだったかな。あれは海賊か。海賊だ。やめよう。こいつはやりづらい。ターゲットをまず見つけられない。ターゲットをまず見つけよう。ここも水辺から行った方がいいのか。あれは釣り人か。今危なかったですね。どうしてもしゃがむボタンがないと不安になってしまう。よし、入れた。高警戒地域。ターゲットを見つけよう。いた。ターゲットを倒す。つがい。銃は持っていたかな。銃でもいいのか。一発じゃ死なないかな。やはりアサシン、暗殺で最も確実なのが接近。ナイフでも人差しだ。おあいつら向きに草が用意してある。その息子を出しながら死んでいくがいい。お疲れ様でした。
さあちょっとメインクエストをやるには、あーどうするか。メインクエストをやったら工事の人がもう来てしまうかな。攻めていこう。そこはシンクロポイントを見つけてもいいのかな。ビューポイントちょうど近くにあるし、ここへ行こう。ビューポイントはアサシンクリードの魅力の一つ。このマップの美しさを一望できるポイントだ。どうやって登るかだ。あまり人目の海賊の救出はしないぞ。木を登ればいい。木登りは得意か。木登りは得意ではないのか。ダメか。一周してきたが、やはりここだ。いや、ダメだ。あそこに手が届けばな。何をしているんだ、ダンカン。いや、エドワード、もしかするとここから入って、あ、登れるじゃないか。全然正面から登れるじゃないか。イーグルダイブは分かっている。ここは兵士がいなくていいな。よし、マップを開放するとしよう。わしが育てた。登ってください。よし、わお、これはいい。こんな綺麗で秩序の取れた清潔感のある街って今なかなか素晴らしい。よし、ジャンプしよう。これが達成感あるんだな、アサシンクリードでは。もう一個回れそうだな。しかし遠い。音符のマークは何だろうか。あれか。しかしここは迂闊に登ったら兵士が多いから、兵士の見ていないところで登っていこう。この辺から。なんだこれは。船乗りの歌。動くぞこの歌、この船乗りの歌。すばしっこい、なかなかすばしっこい。よし、入手。船員に新しい船乗りの歌を教えられる。船員という概念、自分の船を所有することができるのか。このゲームではアサシンとは思えないその行動。どうしよう。じゃあメインクエストを受けちゃおうか。一応動画容量的にはまだ余裕はありそうだ。ただいや、工事が今にも始まるかと思うとヒヤヒヤしている。おはよう、ダンカン。こちらへ。エドワード。あ、ボネット。残りの砂糖の買い手が見つかったんだ。しかもかなりの気まずい。エドワードと呼んでいたが、ここまで乗せてきてくれた商人でね、念のため偽名を教えておいた。
ああ、やるな。いや、当たり上手だ。じゃあ、ボネット、あとでな。怒っている。時間通りだ、ダンカン。こっちだ。やはり正体は明らかにするべきではなく。テンプル騎士団とアサシン教団が長年求めた人物だ。うん。賢者か。姓はロバーツらしいが、本当か？これが何だか分かるな。言い伝えによればだが、観測所へ入るには賢者の血が必要になる。鍵は手にある。あとは場所だけだ。ロバーツが心よ。だいぶひどい仕打ちを受けているようだ。この者を邸宅へ。賢者とは何なんだ。さあ、またこの男一人の大騒ぎですか。観測所はそんなに重要なものなのか。ああ、そうか。観測所は先駆者が作り上げたゾーンで、専門用語が多すぎるぞ。先駆者。なるほど。君は以前手紙の中でマヤ人の死アータバイを倒したいと言っていた。ここへ来る前にその使命は果たせたのかね。ああ、いえ、未だに途中でいろいろと不運が重なりましたね。それは残念。海賊に殺されたりな。その願いはこの小瓶と地図が叶えるだろう。ええ、そのはずです。観測所か。目的はやはり財宝か。襲われるのか。どんな犠牲を払ってでも賢者を守り抜け。こいつが賢者か。他のアサシンが狙ってると言ってた。なぜ急に走り出した。ピストルを使って。ピストル。アサシンだ。アサシン同士でやり合おうじゃないか。向こうの方がかっこいいんだが、気のせいか。よし。銃を使って、うっ、この上のスナイパーをなんとかしないといけない。任せろ。なぜ意図しない方向にロックオンが行く。よし。違う。大丈夫だ。あ、味方から一定時間以上離れた。なんだと。今近くにいたではないか。アサシンだ。ここは銃は必要なさそうですね。よし、屋根にいる。やるしかないか。一発必殺だ。一撃必殺。任せよ。アサシンに任せよ。賢者から離れてはいけないのか、この総督から離れてはいけないのか、わからないが、ひたすら切るボタンを連打している。それがアサシンの心情。リロードに時間がかかっております。ガード崩し、そして背中。待て、貴様の相手をしているとミッション失敗になってしまう。そうか、なぜアサシンを狙う。貴様らの目的は賢者ではないのか。ガードが硬い。それなりの対処をさせてもらおう。よし。吹き矢を使う。優秀だ。あ、強い。賢者もなかなかやりおるの。映画さながらのアクションシーンだ。総督大丈夫か。毒が回っていないか。
わしにも毒が回っている。ほらよ、あの賢者は食えない。頭が回るな、それは褒めて。お、登ったらいいのか。さあ、先回りをしていかないと、これは間に合いそうにない。その方がお互い楽だろ。そうだ、しかし私には無限のスタミナがある。いずれ捕らえるのも時間の問題だ。さあ、先回りはうまくいっている。止まらないと膝を打ち抜くぞ。なるほど、そういうやり方があったか。打てない。いけ。やはり無傷で捕らえないといけないのか。引っかかってしまった。賢者よ、待て。これ走る速度を上げる何かサムティングはないのか。よし、追いついてきた。しあう、よし、行け。ちょくちょく引っかかる。ダンカンが言うことを聞かない。ダンカン、急に加速する。賢者、よし、追いついている。叩きのめす。止まった。なんだこの地味な、急に。あ、いいぞ、さすがだ。静か、首は折らなかった。我々が褒められた、嬉しい。監視は倍だ。バイプッシュだ。いや、参った。大変な一日になったな。四方から侵入を受けた。用心せねばなるまい。最後まで見届けたいが、イングランドへ戻らねば。この風が吹いているうちにな。もちろんだとも。旅の幸運を祈ろう。追い風だ。運が良ければ総督になって戻ってくる。我が愚王の承認があればだがな。さらばだ。さらばだ。さてと、ウォルポール君、これは長期投資の始まりと考えてくれ。ありがとう。光栄です。明日の尋問にも立ち会ってもらいたい。正午になる。もちろん。ミッション完了。飛びかかるはできなかった。これサブ目標はもしかしてミッション進行中に表示されているのか。必死で何も見えない。前しか見えない。ということで今日はここまで。ご視聴ありがとうございました。お疲れ様です。